なんかメッセージとか添えたりするんですか？基本的にはサインしか書かないんですけど、うん、いっぱい喋りました、なんか久しぶりだねとか、なんかやっぱり写真集って初めて出したので喜んでくださってたりとかして、それをうんうんって聞きながら喋ってました。初めての写真集ってことなんですけど、はい、これ今度はモガミモガとして写真集は期待していいんですかね、うん、あ、そうですね、うまくいけば、うん、もしかしたら何かしらあるかもしれないですね。ただ今回本当に一番最初が Android10 のまなちゃんの写真集が出たというのですごく自分では驚きだしチャレンジだなと思ってたので、まあ、その今後普通のモガミモガとしても出せたらいいなと思います。でもあれです、出たのやっぱ他誰も出してないですよね。写真集は出してないんですけど料理本とかは出してるんですよ。そう、ねむちゃんとかそのりさちゃんがすごく料理が得意なのでその料理本が普通に欲しくて、でもりさちゃんからなんかもらったんですけど、なんかねむちゃん あの普通に人気らしくて渡しちゃったらしくて、うん、だから今度こっそりもらってやろうと思って。写真集出しすぎたら嫉妬されないですか？他のやっぱり。いや、どうですかね、これはでも全然違うベクトルのものなのと、うんうん、個人的にちょっと僕料理が不得意すぎて、でもそういうの出してみたいなと思ってたので、うん、結構書籍って残るものじゃないですか、うん、だからすごいなんか見ても楽しいし、そのものとして残るっていうのがすごくいいなと思ってたんで結構羨ましくて、で他にもなんか前にカレーとかをあのパッケージでりさちゃんとかねむちゃんが出してたんですよ。でもそれも不得意だったので出せずにいたんで、あ、何かこのものを作れてそうやって皆さんにお届けできるの嬉しいなと。得意不得意で言うと、はい、コスプレっていうとピンキーなイメージがある。あ、そうなんですよ、ね、だから今回実はそのコスプレ写真集っていう風にちょっと書いてあったんですけど僕それを知らなくて、うん、でもなんかこれすごいストーリー仕立てになってるので、まあ、そのまなちゃんがやってみたい格好をしてみたみたいな感じで捉えてもらえればと思います、うん、ピンキーも怒らないかなと。ピンキーは全然大丈夫だと思いますなんか個人的にすごい写真あのコスプレまたやりたいって言ってたので、うんうん、多分近々きっとあの子も何か知られるんじゃないかなと。ちなみに電波組として今年ワールドツアー、はい、そうなんですよ、ワールド行きます、ね、ただそれ知らなくってこれも、うん、あの代々木の 2days あった時に、うん、サプライズ発表としてみりんちゃんが MC で言った時に、うん、サプライズっていうか僕も知らないと思ってそっちをすっごいびっくりしちゃって、でちなみに言うと飛行機がめちゃめちゃ苦手なんですよだからワールドツアーすごい緊張と不安と楽しみといろいろありますね、うんうん、本当に知らなかったんですか？本当に知らなかったです、うん、なんかその海外にまた行くかもみたいな話は聞いてたんですけど、それはなんか普通にイベントとして行くと思ってたので、なんかワールドツアーという形で行くとは知らなくて、へーってなって、しかも結構、まあ、まだどこ行くかちゃんと決まってないらしいんですけど、うん、多いらしくて、ね、おーってなったりな、なんだろう、台湾とか、うん、あのジャカルタとか結構行ってたんですけど、そこ割と近いんですよ、4時間とか。ただフランスとかになると、なんか1回行ったことあるんですけど、ジャパンエキスポっていうイベントで14時間とかかかるんですよ、すんごい怖くて今からちょっと緊張してます。どうやって対処するんですか？頑張って寝るか前日寝ないでそのまま飛行機乗り込むっていう方法をちょっと企んでますねあとはもう映画が見れるんで、うん、あの映画すごい好きなんで、うん、めっちゃ見ようかなと思って。やっぱ見る映画ウルトラマンとか。そう、あのやってたら見たいんですけどでもあのあれですよね、結構日本の映画も機内で見れたりするんで、うん、もしやってたら見たいんですよ。 DVD 持ち込んでみたい。あ、でもパソコンを持ち込んだことがなくて怖いんですよね、飛行機怖くないですか？怖いです。だからまだ持ち込んだことないんですよっていう不安があったりとか。でもなんかみんなそれぞれ持ち込んだりするんでちょっと聞いてみます。あの、はい、ちなみに、はい、本当にプライベートでアンドロイドになったらどんなことしてみたいですか？アンドロイドになったらそこに人間の意思を持っててもいい？持っててもいいです。強くていいんですか？強くていいです。強くていいんだったら何しよう、なんか悪いやつをやっつけたいですざっくりですね。ざっくりですけど、でもアンドロイド何ですかね、ゲームとかしみたい。ゲームしたいんだった
いや、アンドロイドがゲームセンターとかに行ったし面白くないですか。で、すっごい速いんですよ。超能力で、やっぱりそこに行くんですね、ゲームに。ゲームやりたいですね。しかもなんかアンドロイドだったらすごい認識能力高そうだから、音ゲーとか得意そうじゃないですか。なるほど。足使わなくてもできそうです。ちょっとそれ思いました。はい。あと電波組って結構いろんな、それこそプログレとかヘビメタとかいろんな音楽ジャンルにしてますけど、今後なんかやってみたい音楽とかで、なんかやってみたいことってあります？なんか電波組としてやってみたいのは、なんかいろんなアーティストさんとコラボできたらいいなと思ってて、でなんか一応桜アッパレーションというシングルを出した時に、それぞれメンバー一人一人アーティストさんとコラボさせていただいて、その時に僕はチャラさんに楽曲を提供していただいたんですよ。その曲とかがすごく良くて、で今回その WWDD ってアルバムが出たんですけど、それのファンクラブ限定になっちゃうんですけど、特典にそのソロ曲がまた再録されてて、あ、これちょっと懐かしいなって思いながら、結構他のアーティストさんとかも一緒にやりたいなって思ったり、あとアルバムにネオジャポニスムって曲があって、その曲はオレンジレンジの直人さんが作ってくださったんですよ。だからそれが結構自分の中では新しいなって思ったりしたんで、なんかこう、なんだろう、電波組っぽい方ももちろんなんですけど、全然違うジャンルの方とコラボできたら嬉しいなとはちょっと思ってます。ちなみに今誰か、もう一人誰かコラボしたいと思ったら誰かいます？なんか昔から楽曲を作って欲しかったのは、フィアー&ロージング・イン・ラスベガスさんっていうバンドの方なんですけど、一度ツーマンをさせていただいて、結構ちょっと楽曲的にも近いものを感じたりしたんですよ。なんかファンの方にも電電ファッションとかがなんかすごく乗りやすいのがちょっと似てるみたいな、近いねって言われてて、だからライブもすごい盛り上がったんですよ。だからその方がすごい電波組の曲を作ったらどんな感じになるんだろうっていうのがあったりして、あと多分無理だと思うんですけど、個人的には愛子さんとコラボしたいんですよ。すごく好きで、でその、ソロの曲のコラボの時どうしたいですかって言われた時に愛子さんの名前出したんですけど、愛子さん今楽曲提供してないみたいなのでちょっとダメだったんですが、なんかその他にも何かコラボできたらいいなと思って。でも愛子さん最近ね、はい、アイドル好きですよね。あ、なんかブスちゃんのことすごく応援してたみたいで、すごくびっくりしました。可能性なきゃはずもあらずな感じです。何かしらあったらすごい嬉しいなと思うんですけど、はい、ちょっと言うだけ言っとこうと思って。ということで、Android 10 ×モガミモガの写真集ができました。こちらはですね、大人でも子供でも皆さんが楽しめるようにと思っていろいろ工夫をしてまして、その Android ではあるんですけど、人間に少しでも近づきたいっていうストーリーが結構ギュッと詰まった一冊になっているので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。